メンタルを強くするためには、Yes っていう力、それと No っていう断る力、この両方をクロスミックスするとメンタルがめちゃくちゃ強くなるっていうことについてお話しできればと思います。やっぱりね、その自分の人生で何をするのか、ね、どういう感じで生きていくのか、ね、例えば、ね、自分が学生で、ね、仲間とかが、ね、なんか嫌なジャイアントみたいな、ドラえもんのジャイアンみたいなやつにいじめられてる時、ね、あなたは、おい、それやめろっていう感じの勇気を持って、ノーってそういう人に言えますか？それか、ね、あなた、ね、この一回定まれた人生、ね、預けられた人生、この一度の一生で、君は何をしたいんだ、ね、子供の時は夢があったかもしれない、ね、けど大人になって、ね、それでそれを掴んで、マジリアルにそれに挑戦していく覚悟、それについて Yes って言えるかって、ね、そういうことなのよ。で、この Yes っていう決断、これを見つけて進んでいくぞっていう決断、Yes っていうところ、これね、Yes ってね、こっちから見るとね、上から見ると Yes なんやけど、下から見ると No なのよ。ね、どういうことかっていうと、ね、Yes、俺はこれを選ぶ、私はこれで生きていくとか、ね、まあ、これすっげえ深い、なんかビジョン系な、超レベル高いんだけど、まあ、簡単なもんでもいいんだけどね、これを選ぶっていうところを決めた時、ね、っていうことは、あなたは他のことにノーっていうふうになるわけよ。まあ、超簡単に説明すると、ね、ヤスがノーでノーがヤスっていうことは、例えば目の前に道が、右の道と左の道があります、ね、で、あなたはどっちを選ぶって言って、私はじゃあ右の道を選ぶってなったとしましょうよ、ね、で、その時に、ね、あなたは左の道にノーって言っていることですよね。ね、だからこっちに Yes って言ったら、こっちに No って言ってることなんですよ。Alright、で、ここで深くなるんだけど、ね、自分のメンタルを強くしていくっていうことは、ね、No をきっぱり断る。そうしないと Yes っていうのが選べないんだよね。自分はこの道に行きたいんですって、ね、この右の道行きたいんだけど、上司とかが、ね、この道行ってくれって、ね、親が、いやいや、その仕事じゃなくてこの仕事をやりなさいとか言って、いやいやいや、私の道はここにあるのよ、ある、あなたはあなたの道を進んでいったら成功するんだよ。あなたが自分に大切な道を選んでいったら幸せになれるんだよ。ね、ね、で、なんで幸せになれないのっつって、自分がやりたくないことをやってんだよ。ね、で、他の人のせいにしたり、それ他のせいの、自分がそれを選んでるわけでしょ。自分の問題は誰が作ってると思ってんの。いや、ああいう上司がこの仕事をやれとか、俺の場合だったら親父のせいとかにしてたよな。確かに俺の親父がこういうような仕事をやれって言うから、これをやらないといけないっていう時期も良かったし、ね、いや、こういう怖いね、ね、上司がいて、これやれって言ったから、その人ね、断れないからって言って、いや、それ断れない、俺のせいやろって。ね、いや、でもそれ断ったら仕事クビになって、で、仕事がなくなってしまうじゃん。じゃあ自立しろよみたいな話じゃない？じゃあ別の方法を探せよ。それは俺の責任じゃない？いやいや、そんなにうまくいきませんよって言って、じゃあその問題は続くよな。な、これがメンタルを強くするっていうことだと思うのよ。だから、ポイントは自分はどの道を選んでいくのかっていうことなのよ。で、その自分、これを自分のビジョンっていうのね。で、どの世界にでも、どの本読んでも、自分のゴールを明確にして、やりたいことに進んでいこうっていうのはすごいあることなのよ。ね、で、それを、自分のビジョンを見つかったら、それに向って進んでいくわけよ。で、そうすると、変なのがチャレンジしてくるわけよ。あんた本当にこの自分のビジョンやりたいの？みたいな感じで。で、これやって、これやったらどう？って言って、いい話とかいっぱい出てくるわけよ。怖い話も出てくるとき。で、その時に、ノーって言えないと、自分のビジョンにたどり着けないの。そうなってるの。なぜかというと、深いのがあって、
人生の問題、自分の人生、ね、他の人のせいにしちゃいけないの。なぜかというと、あなたにはパワーがあって、クリエイターなんだよ。すごい力があるんだよ。それを自分で気づいていくの、ね、必ず力はどこからからは出てくるのよ。必ずあなたを応援してくれる人は出てくるのよ、ね、それは人間として実際に出てくるかもしれないし、なんかね、YouTube 見てたら変なビデオが出てくるっていう時もあるかもしれないし、本屋さんに行くと本が出てくるかもしれないしとか、ね、偶然のように、ね、でもそれはこの道を行くんだって決めて進んでいくと出てくるのね。でもそんな道、この山登りなんて無理だよって、ね、でそれを決めている限り、あなたはそれを現実にしちゃうわけよ。だから何についてイエスって決めるのか、何についてノーって決めるのか、これをまず決めていくっていうのがすごい大切なことなんですよ。で、このね、ノー、ノーっていうのは断る力だと思うのね、日本語にするとね、say no。 で、一つのちょっとコツがあるのね。断る力っていうのは、ノーっていうのは育てることができるの、ね、でここで気をつけないといけないんだけど、ね、ポイントは、ね、断ると意外とうまくいくの。最初はいや、これ断っちゃ失敗するやろうとか思ってんやけど、断ると意外とうまくいっちゃうのよ。これは本当に断りを練習している人だったら分かるのね。断りを練習していない人は、お前そんなの断っちゃダメだよ、うまくいかないよとか言ってくるわけよ、ね、特になんか学校の先生とか親とかよくあるパターンだよね。恋人とかそういうのよくあるパターンだと思うのよ。いや、あんたそんなのノーって言っちゃダメよ、あんた失敗するよって、リスク取りすぎだよってね。お前そんな何言ってんだ、やりたいことを仕事にするなんて、そんなそれはダメだよ、しっかりやりなさいとか、ノーって言ったらダメだよって言ってくる人もいるんだよ、ね、でも意外と社会で名誉を持っている人、意外と社会で大成功している人ってノーって言ったのよな。例えばコロンブスな、コロンブスもノーって言ったわけよな。中国まで行けますぜって、ね、いやいやそこに崖があってみんな落ちちゃうんだよってノーって言ったわけよ、ね、エジソンが、ね、電球作った時1万回失敗したんだよ、ね、そんなの無理だよって、エジソンその電気やるとか無理だよって言ってノーって言ったわけよ、できるぜって、ね、テスラが、ね、ACDC の その電気の開発やってる時に、ね、できないよって言われたのよ。エジソンもできないよってテスラに言ったんだよ、ね、テスラはノーって言ったんだよ、できるぞって言ったんだよ、ね、イーロン・マスクとか、ね、世の中で大成功している人、ね、パナソニックの松下さんとか、ね、いろんな人はノーって言ったから大成功したんだよね。でね、僕は思うんですけども、そのノーっていうのは、断るスキルっていうのは鍛えることができると思うんですよ、ね、例えばどういう方かというと、ね、そのやっぱちょっとねドラクエのゲームみたいな感じなんだけど、断るレベル、ね、100みたいなところと断るレベル1とかあると思うんだけど、もう本当にホリエモンみたいな人はね、断るレベルのね100マスターみたいなところだと思うんだけどね、もう本当にノーって、ウォーレン・バフェットとかもそうだよね、めっちゃ断ってるよね、ノーノーノーっていう、ね、であなたはどこなのかっていうことなんですよ。もし自分の断る能力がレベル15だったら、でレベル40の問題が出てきたら、あなたにはまだその断る能力がないから、ね、クリアできないんですよ。だから何をしないかっていうと、自分の人生の中で、ね、断れることを見つけないといけないわけよ、ね、それがもうマスターしてることなのよ。でできればその断らないといけないこと、断りたいリストみたいなのを作って、その中で3つに分けるのよ、小中大で、ね、でどこからスタートするのって言ったら、小とか中なのよ、
ね、ショーって言ったらどういうことっていうと、例えばなんか変な家に営業が来たとか変なセールスが来たって言ったらノーっていうとか、ね、まあ、本当にそれも難しかったらコンビニに行ってお箸つけますかって言ったら結構ですっていう、そこかもしれないんだけど、ね、そういう自分にとってショーっていうところを練習していくと、今度チューっていうところができるようになってくるのね。いきなり大、例えば会社の、ね、社長がおいこれ、ね、やってくれって言ってノーとか言うと、マジ正直言ってクビになるっていう確率も高いわけよ。でクビになったらどうするっていう、そこのまた別の問題が出てくるから、ね、そういうでっかいのはマジ覚悟が必要だから、そこまで行くメンタルっていうのは育てていくといいと思うんですよね。なのでその中とかが面白いのよ。中とかが、例えば自分の友達から飲み会に誘われるとか、ね、上司から飲み会に誘われるとか、ね、そういう時にノーっていう、本当に疲れてるやられたらノーっていう、ね、どうやってノーっていうの、ね、どうやったらうまくノーって言えるの、そういうのを自分で勉強して探していくとか、そういうことなんですよね。 All right? やっぱね、問題っていうのは、ね、もう本当に最高の恋人だよ ね、 ね、自分が問題から逃げようとしても問題はあなたから逃げてくれない、ずっと一緒についてくれる。でその問題を掘っていくと大きく大きく大きくなっていく、ね、でその問題をクリアすることによって、ね、一つレベル、自分がレベルアップするんだよね。だから断る力っていうのを身につけることができると、怖い人が出てくるときにノーって言えるようになる。そうするとどうなる？怖い人がなくなっていく。一回怖い人にノーって結構ですってきっぱり言えるようになると、怖い人は出てこなくなるわけよ。なぜっていうと、あなたはその時に学ばないといけない自分の問題を解決したんだよね。あなたはあなたが行く道を進んでいったんだよ。レベルアップしたんだよね。Alright, I love you guys and please let me know if you have any questions. なんか質問があったらぜひコメントで教えていただければ幸いです。And I'll see you next week.